話題変えよう、話題。何の話題にする？屋号がなんか社長ランキング3位になった話をしますか？なんかよくわかんないけど、なんかすごいライトが当てられて、なんか出産にして、なんかすごいいつもと全然ビジュアル違う屋号がなんか今日タイムラインに流れてきたんですけど、あれ何？起業家？起業家参戦？サイのやつ？ベンチャー企業社長ランキングねえ、なんかすごい写真だったよね。なんか最近ああいうさ、なんか色合いのアニメ多いっすよね。なんかブリーチとかもさ、なんかもうハイライトとかをさ、なんか白とかじゃないよね、もう水色とか、なんかちょっとなんかすごいさ、なんか派手な色にしてさ、いい感じの絵面にするっていう、あれが屋号にも使われていた。なんかブルーっぽい感じのライトに当てられて、なんかストリーマーさんみたいな、なんかプロゲーマーみたいな写真になった。プロゲーマーさんみたいな。ねえ、マーベル映画、そう、なんか撮り方がなんかかっこよかったね。ねえ、ベストガールすごいね、3位ってな、すごいことなんだろうな。ねえ、おいしょ、屋号さんだろ、屋号。そう、屋号ちゃん、屋号と何喋るの？屋号さんとね、どんぐらい喋ってないんだろう。かなり喋ってないな。喋ってないな。マジで。雑談レベル系の話した時はもう本当に、何年間ぐらいないな。2年以上ないんじゃない？ねえ、不仲説出ちゃう。話す機会がないんだって、ガチで。もう屋号多分そろそろね、AR になった頃だと思うわ。多分実在してないね。うん。いつの間にか。もう、実は実在してないんじゃないかって、ミュコの中では思ってる。そろそろ CG なんじゃないかなって、もう。もう脳みそだけになってる可能性ある。AI 説。そろそろいないんじゃないかって。だって会ってないんだもん、ほんとに。わかんないよね、だから。やっはろー、始まるよー、お前、ファッキュー。変態。超変態。